小吉、大吉、アミキシです。ということでね、今回の動画撮っていくんですけども、今回はなんと、遅延クロスですね。この遅延クロスの動画を見ていきてもらいます見ていきたいと思います。で、遅延クロスで意識することとしたら、リガー削りとバルーンの爆破が入ったら美味しいなぐらいですね。で、あとマスケの位置とか出すタイミングとかですかね。まあ、基本負けるんですけど、なんかたまたまね今日勝てたんでね。で、ここクロス来て、ここはね無理やりでもディガーとタルババでねクロスを壊しに行きます。で、これは、スケ追加してね、もう一枚咲かせると。で、これは雪玉で許容かな。まあ、マスケでもいいんですけどね。まあまあまあ。で、遅延クロス、てか遅延系に対しては、バルーンが本当に刺さんないんでね。ディガーでちょくちょく削っていくっていうのがいいですね。で、これは、真ん中からバルーン出すんじゃなくて、防衛クロスに対しては、普通に左から出してね。で、これで生き玉を打って、クロスを壊すかな。で、さらに爆破も入ると。まあ、こんな感じでね、爆破入れていくのが大事ですね。あれ入ってないかも。あれやべ。で、スケで囲って、で、ここどうしたかな。アイゴレ、まあ、アイゴレ出して、クロス来ると思ってアイゴレ出してね。で、また防衛クロスかな、これは相手。で、ここで攻めますね。で、テスラ読みのディガー飛ばして、ここね、このテスラって、この防衛クロスの位置って、テスラを最速で壊せれば、バルーンが釣られないんですよね。なのでそれ狙ったんですけど、ちょっと足んなかったですね。まあここはね、相手が、トルネも切ったんでね。で、そしたらロケット防衛してきてくれて、ロケット打たせれば、でかいですけどね。でかいですね。ロケット防衛ってのはかなり、こっちとしては美味しいんで。で、ここで、マスケで出し、マスケ受けて、で、またバルーンですね。で、これは今度はタワー削って、スケに雪玉ですね。ロケット防衛してくれる、してくる人はかなり美味しいんですよね。だからそれを、させることができたら、勝てるかなって感じですね。で、ここね、ちょっとミスっちゃって、アイゴレ出し、アイゴレちょっと遅いですね。これで入っちゃって、まあ爆破でね、壊せたんですけど。で、またバルーンかな。で、相手手札的にね、ロケット撃つしかできないんで。で、このテスラは雪玉で飛ばすと。こうすることによって、トルネ咲くか、爆破が入るかですね。で、ここで相手許容してきてね。まあでも、このクロスは、タゲ取り続ければね、大丈夫ですね。で、ここは、ディガーも出しますね。で、削って、アイゴレ出して、で、こうなったらもう、勝ちかな。時間的にも。ダメアドかなり取ってるし。で、またロケット撃ってきてね。ロケット防衛は本当に美味しいですね。こっちのペース、になれるんで。で、無理やり攻めてきたけど、これはもうね、ファスマイバルーンとかで、で、ディガレタワー削って、はい、これで GG ですね。で、次は次も、クロスか。で、これは割とうまくいったかな。この遅延クロスは。
まあ最初ミスっちゃったんですけどね。そうだな、ロケット打たせるのが大事かな、本当に。これね、アイゴレもっと上ですね、普通に。まあ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 。これ、雪玉打ってないとこっちに寄せて、処理すると。で、トルネでね、で、バックが入ると。いや、爆破が強いな、本当に。で、これスキルで囲って、で、どうしたっけな、ここは。アイゴレだ。あ、マスケだ。あ、そう。これでマスケを右に出して、これロケット誘ったんですよね。左めっちゃ削られてて、右のおダメだったんで。ロケット撃たれたら美味しいな、ぐらいで。で、相手ナイト切ったら、マスケがね、止まんないんで、ロケット撃ってくると。で、ロケット撃ったら、バルーンディガーですね。こうすれば、トルネはね、この時点で撃てないんで、相手多分これギリギリで吸えないと思ったのか、吸えないのかわかんないんですけど、緊急は してこなくてね。で、もう、こっちのペースですね。やっぱこれもあれだな。ロケット撃たせるのが大事ですね。で、またバルーン行くかな。これはもう、テスラもね、ロケットも、トルネもないと。なので、突っ込んでね、5コスで突っ込むのがいいですね、あそこは。そこはエリー計算、エリー把握しとけば、まあ、で、5コス目作るのアガツさんでボムタワーを押して、リガーですね。はい、これで勝ちかな。相手が、ロケット、ロケット、テスラ、トルネ。3枚切ったら、がっつりいっていいですね。で、最後これ。チェーンウォールブレーカー。このスタンプ持ってないんですよね。だから怒ってますね。で、ディガーかな。で、これは、ウォールブレーカーは、五分。ボムタワーじゃなくて五分で守る時もね。ん？違うな、なんだ。ボムタワーで守ると2アロ取られちゃうんで、五分で受けれる時はね、できるだけ五分構えとくのがいいかなと思います。こういう時ね。五分持っといて、こうですね。で、生き山打って、で、相手ここミスったんですよね。トルネで、ゴブリンって吸えるのかわかんないんですけど、ミスってきて、で、争ってるんで、アイゴレバルーンですね。ギガーまで行くと。で、ここね、デリバリーあるっては思わなくて、デリバリーなかったらバルーン入るんですよ、これ、一発。でもデリバリーがね、出てきて、一発でも入んないと。まあ、バックは入るから美味しいんですけど。で、ここ、ウォールブレーカー来てもいいように、ちょっと高めのボムタワーですね。これは、両サイ釣れるんでね。で、ここ、ゴブリンの前にアイゴレつけて、ナイトを咲かせるかな。で、このナイトは、ボムタワーで処理できるし、このゴブリンたちがめっちゃ削ってくれてね。で、ここで、ウォールブレーカーが来るんですけど、確か。で、雪玉構えててね。で、左に来たんで、これ、右のタワー削られてるから無視でいいって思って無視して、バルーンディガーですね。で、ディガーこの位置がいいかな。ボムタワーの攻撃食らわないんでね。で、ここトルネ来るって分かってたんで、ウッドは打たないでね。で、ゴブ当てて、マスケ出して、ポイズン使ってるんでね、マスケが生きると。穴ポイン7コスなんでね。結構エリクサーも使ってて、マスケ分のアドが取る。で、ここでバルーン、アイゴレバルーンした時にディガーも行かないのは、相手が攻めてくると分かってたからですね。だからボムタワーを置いて守ってから攻めます。で、これ相手トルネがね、ミスって、
バックハンドディガーが削ってると。で、ここゴーバー出てマスキ当てて雪玉かな。で、ウォールブレイカーを守ると。で、また相手ポイズン結構エリカツカツで打ってるんで、はい、これバルーンでディガー出してね。うんうん。で、ここでディガーにトリネ咲かせると、バルーンの爆破が止まんないんで。で、ここはボムタワーですね。ディガーボールブレイカーに対してはボムタワーが全然出していいですね。で、こっちも攻めてね。ここ当てられちゃったんですけど。一回一回場所変えるのがいいかなと思いますね。で、ここ打ったんですけど、トルネモン来ると。まあまあまあ。ただまた高めのボムタワーでね。相手これで何もできないんで。で、ここをやられちゃいましたね、ちょっと。で、これボムタワー、ウォールブレイカー処理してくれるかなと思ったんですけど、足んなくてね。で、ウッド遅れちゃって。まあ、ただ、ここでね、相手にトルネモ咲かせたことで、リガーを当てられないと。で、こうなったら、もう、ウッドと、雪玉、ウッドもしくはウッド、リガーで終わりですね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。で、なんだっけ、ね、ホグ雪玉ホグクエイクの雪玉と、枯渇のね、リップも見たいってのがあったんですけど、まあ、北雪玉はいいか。で、枯渇は、多分相性かなりいいんで、動画にするかわかんないんですけど、あれですね、意識することは、IT だったらロケット防衛をさせて、2周目バルーンを刺す。で、テスラだったらディガーでね、テスラを潰せばいけるかと思います。ということで、今日の動画は終わります。よかったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。バイバイ。